初めまして立教大学法学部4年生の桃瀬浩平です。まず僕がどんな人間かをお伝えするために簡単に自己紹介をします生まれは埼玉で高校入学のタイミングで北海道に引っ越しました高校卒業後浪人をして1年間必死に勉強をして偏差値を25上げてここに入学しました入学後ボランティアサークルに入り 途上国に家を建てる活動に3度参加しました3度目はリーダーを務めました活動には約25万円かかるのですが居酒屋でアルバイトをして活動費を自分で稼いでいましたコロナ禍では人生で初めて小説を書いてコンクールに応募しましたそしたら入賞することができました そして今学生生活の締めくくりとしてここに登壇させてもらっています突然ですが皆さんは自分のことを特別な存在だと自覚できていますか特別とは他と違うことですまた人はみんなそれぞれ全く違いますつまりどんな個人も特別な存在のはずなんですですが そんなに単純には自分のことを特別だとは自覚できません若者の自己肯定感の低下なんて言葉を聞くようにもなりました自分が他と違う存在であることを自覚すればいいだけなのにどうも自分を特別だとは思えない自分が何者かわからない自分が何者でもないことがつらい漠然と特別な誰かになりたい こんな苦しみを抱いたことがある人もしくは抱いている人いませんかこのような苦しみがなぜ生まれてしまうのでしょうか僕は僕たちが生きている時代そしてその価値観に原因の一つがあると思います今の時代の価値観として広く共有されているのは多様性の尊重です例えば女は女らしく家事をしろ 男は男らしく働けこういった「らしさ」の押し付けはもう古い価値観ですこれからはその人らしさを尊重する時代ですまた多様性が尊重される価値観の中ではさまざまな生き方が肯定されます以前までは競争に勝っていい大学に行っていい会社に勤めてというのが幸せの価値観としてありましたが今の時代は「 幸幸せせの形は人それぞれぞ競争に勝つことが幸せとがは限らないそういういい価値観が広ままっていますその人の生き方はその人が決めるべきですしその人の選んだ生き方が尊重されることはとても素晴らしいことですですがこの価値観は素晴らしいとしてもこの多様性の尊重が今の時代特有の新たな苦しみを生んでいると僕は思います。 らしさの押し付けや競争は生きづらさを生みますが少し視点を変えれば自分の役割や立ち位置を示してくれるものでもありましたこれらがあったかつての時代は世界がある程度自分のことを定義してくれるそんな時代だったと言えると思いますその反面その人らしさが尊重される現代は自分が何者であるかを自分で定義しなければいけない時代 そんな時代ででであると言えるとえのではなないでしょうかそんな現代はみんな違ってみんないいんだという素晴らしい価値観を共有しつつあるはずなのですがそこには常にあなたはどう違ってどういいのかあなたは何者なのかあなたはどう特別なのかそう問われているようなそんな苦しみがあります。そんなな中で特別な存在としてて輝いて見えるのは このよううなな人たちではないではいしょうか特別な才能経験環境肩書きを持つ人特別な活動をしている人社会や他者に価値提供をしている人人生をかけて何かに熱中している人このような人たちはとても輝いていて特別な存在のように思えます。 またそんな現代では SNS が大きな影響力を持っていますが SNS では特にこのような人たちが目立ちたくさん目に入りますそして「身近な人たちもつぶやきます起業した」「ボランティアした」「大会で優勝した」「留学した」「輝いていて特別な存在のように思える人たちがすぐ身近にもいるのだ」ということを感じます そうするとみんなすごいなやはりあなたはどう特別なのかあなたは何者なのかそう問われているような苦しみが僕を襲います僕には何もないそういう劣等感に苛まれるんですここまで他人事のように話してきましたがこれは僕の話ですこのトークは、 僕が僕を救うためのトークでもあるんです突然ですが自己紹介をやり直させてください埼玉から北海道に引っ越しました親の転勤が理由での引っ越しで地元の埼玉を離れるのが本当に嫌で最悪な運命だと思っていて中学の卒業式では大泣きしてしまいました ですが、今振り返ると最高な運命でした。高校で優しい友人たちに囲まれたことで、優しい人間になりたいという僕の人生の軸が決まりました。浪人して偏差値を25上げました。受験勉強を頑張ろうと思ったのは劣等感からでした。運動が苦手で、絵が苦手で、歌を歌うのも苦手で、 何をやっても人より少し劣っていて何の才能もないそんな自分がずっとずっと嫌でした結果を残したこともなかったので肩書きが欲しい結果が欲しいとその一心で受験勉強を始めました晴れて第一志望のここに入学できたわけなんですが立教生であるとか偏差値を上げたといった肩書きや成果よりもこんな僕でも1年間頑張ることができたんだという その事実の方が、よっぽど僕が僕を受け入れる理由になっていました。途上国に家を建てる活動をしていました。海外ボランティアしています、なんて言うと、優しいねとか、就活に有利だもんねとか、よく言われました。でも、実際はそんな理由ではないです。僕自身、ボランティアとして、見ず知らずの人のため人のためにただばったらけをする、 そんな人の気持ちが心底わからなくてわからなすぎて興味を持ってそれでやってみたら何かわかるかもしれないそう思ったのがきっかけでしたこの活動を続けたのはチームでするこの活動がただただ面白かったからです人生で初めて書いた短編小説が入賞しました小説はずっと書いてみたかったんですが自分の才能のなさを突きつけられるのが怖くて ずずっと挑戦できずにいましたこの時に書いたのは友人が誘ってくれたからでした実際に書いてみてプロの小説家の人って本当にすごいんだなと思って落ち込んだりもしたんですがそれでも小説を書くことってこんなに楽しいんだとそう気づくことができましたちなみにこの入賞したコンクールというのはごくごく小規模のものです テレックス立教友登壇していますことあるごとに他人と比較をして劣等感に苛まれてしまうそんな自分を救うために登壇しましたこの肩書きよりもこのトークの内容やこの経験が僕を救うことを期待していますそしてもちろん聞いてくださっている皆様にとっても何か少しでも救いがあれば嬉しいと思っています 初めの自己紹介より僕のこととが伝わっててくれいいると嬉しいです初めの自己紹介は僕の外面肩書きの羅列でしかありませんでした本当のところあんなものでは人のことはわからないんだと思います大学生活を通してたくさんの人とそれなりに深く関わっていく中で気がついたことがありますそれはその人の特別性やその人らしさは その人の内面にあるとということです人の外面とは肩書きや成果などの他人が簡単に定義評価できるものです。人の内面とはその人が何を感じ何を考えるかです。他人が外から簡単に評価することはできません。僕がこのような人たちを特別な存在だと認識するとき それは肩書や成果などを根拠にしていて外面しか見ていませんでしたあなたは何者かあなたはどう特別なのかそう問われているようなそんな苦しみの正体は他人から特別だと思われる自分になりたいという思いでしたしかし才能があるから特別な人夢を追っているから特別な人 成果を出しているから特別な人そんな考え方がそもそも間違いなのではないか今の社会人は簡単に定義評価できる人の外面を重視してしまっていると思いますだから自分やその人にしかない内面にある特別性を見失ってしまいます自分の内面にある特別性を自覚する前に 他人から特別だと思われる自分になりたいそう考えて行動することもあるかもしれません人にはみんな内面がありますたとえ同じ景色を見ていても人それぞれ感じること考えることが違いますそれが僕たちが唯一無二の特別な存在であるという根拠なのではないか特別な才能経験 環境、肩書きがなくても特別な活動をしていなくても社会や他者に価値貢献していなくても何かに熱中していなくても僕もあなたも特別な存在なんです苦しみが完全には消えないとしても今日これが言いたくて僕はここに立っています僕もあなたも唯一無二の内面を持つ特別な存在なんです きれいごとだとしても、僕はそう言い続けたいです。僕はこんなことを考えている人間です。あなたは何を感じ、何を思い、何を考えますか教えてください。以上です。ありがとうございました。